モーロ要塞サンティアーゴデクーバは、キューバ南東部の都市である。サンティアーゴデクーバ州の州都、人口は40万4100人。カリブ海に面したマエストラ湾岸にある、港湾都市かつ、工業都市である。1514年6月28日に、スペイン人コンキスタドールのディエゴベラスケスによって、創設された。1516年居住区は、火災で消失したが、 すぐに再建された。16から17世紀には海賊による密貿易の拠点であった。1518年、この町からフアンデグリハルバやエルナンコルテスがメキシコ海岸の探検に出ている。1538年にはエルナンド・デ・ソトがフロリガに向けて旅立った。1528年に最初の大聖堂が建てられた。 1522年から1589年までサンティアーゴデクーバはスペイン植民地キューバの首都であった。1553年にはフランス軍が1662年にはイギリス軍が町を占拠した。18世紀末や19世紀初頭に1791年に起きたハイチ革命によりハイチから亡命したフランス人が流入し、 サトウキビの栽培地域が拡大された。その影響で市内の通りにはスペインとフランスの様式で建てられた建物が今なお現存している。1898年、この地でキューバにおける米西戦争の戦火が発生しサンチャゴでキューバ海戦が起きた。戦争は終わったが後のキューバ独立に寄与する結果となった。また、百五十三年には フィデル・カストロ率いる160名の青年兵士が、キューバ革命の端緒となる、キューバ陸軍、モンカダ兵衛への襲撃を行った。現在、サンティアーゴデ・クーバは、マンガンや銅などの鉱物と砂糖やタバコの船積みが行われる港があることで知られ、パナマ国際航路の中傾向になっている。また、キューバ縦断道路の東側の起点でもある。市内にオリエンテ大学がある。 市内には1997年に世界遺産に登録されたサンペドロデラロカ城がある。港の近くにキューバ鉄道のサンティアゴデクーバ駅がある。ありがとうございます。